皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。今回はディーククールからの新商品、LT720 と LT520 が発売されたので、そちらをレビューしていきたいと思います。あれ、なんか似たような名前のクーラー、前にやってなかった。6月に LS というシリーズの缶 S 異例が出て、今回は LT シリーズの缶 S 異例が12月2日に新発売になったので、早速レビューしていきたいと思います。果たして、前回の LS シリーズと、新発売の LT シリーズの違いがあるのか、徹底的に見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで今回のこちらの缶 S 異例なんですが、2022年12月2日に発売となった新商品となります。こちらの新商品は全部で2種類出たみたいで、LS720、LS520 の2種類となります。値段が税込み23,980円と18,480円になります。前回発売された LS シリーズの最初の値段が21,000円と16,800円となっていたので、前回よりは2,000円ほど高くなっていますね。その差がどこにあるか気になるところね。それでは早速開封をしていきましょう。今回も地球に優しい、段ボール素材の外箱ですね。ということで中身はこんな感じに梱包されていました。こちらが付属品のねじ類になります。インテル用のセットと AMD 用のセット、それ以外は共通のものとなります。では缶 S 異例本体も見ていきましょう。ということでこちらが缶 S 異例本体となります。LT720 はいわゆる 120mm ファンが3枚の 360mm 缶 S 異例となります。特徴としては、この S 異例ヘッドになります。3次元の鏡面仕様で幾何学的反射を通して、面白いライティングが見られます。スイレイポンプは第4世代のもので作られているのですが、どうやらこのポンプ、前回の LS シリーズと同じものみたいです。ポンプが同じってことは、おそらく性能的にはあまり差がないのかなとも思いますが、この後その辺は検証していこうと思います。ではせっかくなので、LT シリーズと LS シリーズを見比べてみましょう。右が今回新発売された LT720 で、左が LS720 となります。見た目が大きく違うのは2箇所で、まずはスイレイヘッドですね。LS シリーズはキャップの周りが LED で光り、奥行きのあるライティングで照らします。LT720 は3次元の鏡面仕様ライティングとなっております。ヘッドに関しては好みかなと思います。続いてもう一つの違いはファンですね。まず見た目で言うと、光るか光らないかになります。LS シリーズのファンは LED で点灯しますが、LT シリーズの方は光りません。またファンの性能については、実はほとんど差がありません。なので、ここも好みで選ぶといいかと思います。さっきから全部好みじゃん。見た目は大事です。シュラララ。では続いて LT720 と LT520 の差も見てみましょう。こちらは完全にファンの数ですね。LT520 は 120mm ファンが2機のモデルとなるので、いわゆる 240mm 缶 S 異例となります。使用する CPU やケースによってサイズが変わってくるので、ここら辺はお手持ちのもので判断をしてもらえればと思います。では検証に行く。前に、こちらの S 異例ヘッドについている保護シールなんですが、めちゃめちゃ取りにくいんです。今流れている映像は5倍速で回しているんですが、それでもちびちび剥がしているのがわかるかと思います。レビュー用に先行でいただいたものなので、もしかしたら製品版ではスルッと取れるのかもしれませんが、一応お気をつけていただければと思います。ちなみに、まだ取り終わりません。なかなかしぶといシールね。爪が短いっていうのもありますがちょっと苦戦しました。では検証に行ってみます。そういえばさ。はい。さっきからクーラーが立ってるやつ何？ああ、これは長尾製作所の缶 S 異例用のスタンドになります。こちらなんですが、先日アスクフェスに行った時に、ディーククールのコーナーでこのスタンドを使ってクーラーを展示してたんですよね。それを見ていいなと思って今回購入しちゃいました。ちなみにこのスタンド、Amazon で約3000円します。結構いい値段するわね。せっかくなので組み立てのご紹介です。入っているパーツはこんな感じ。組み立てはとても簡単で、台座と支柱パーツを、ネジ止めします。ネジ止めしたら土台の完成。あとはスイレイヘッド用パーツに、ネジとブラケットを挟んで、ネジを回して止まったら完成になります。台座部分とヘッド部分しかないので、360mm 缶 S 異例だと、実は真ん中の部分は何もついてないです。
下と上を固定しているからラジエーター自体の姿勢で立ち上がっている感じになります。なるほど、面白い仕組みになっているわね。こちらのスタンドだと、実はこのスタンドに立たせたまま使うこともできるので、動画投稿者さんとかにはいいかもしれませんね。まあ使わなくてもオブジェとして。簡易水冷をオブジェにする人はなかなかいなそう。では検証器のご紹介です。今回使う検証器はこちら。今回も使う CPU はうちの爆熱 CPU、インテルコア i9-12900K になります。前回 LS720 ではしっかりと冷やしきれたので、LT シリーズがどのくらい冷やせるのか見ていきたいと思います。グリスは SMZ01R を使用しました。塗り方はマスキングをして、カードで伸ばした状態で計測しました。微妙なグリス量の違いはご了承ください。それではやっていきましょう。シュラララ。シネベンチ R23? ではまずは LS720 の結果から見ていきましょう。結果はこちら。こちらは今回参考記録として計測しました。大事なところは温度ですね。アイドル時が22度で、マルチ1回の最高温度が76度、10分連続で83度となりました。では続いて LT520 の結果も見てみましょう。温度のところを見ると差がわかりますが、やはり 360mm の方がよく冷えていますね。ただ、LT520 の方でもサーマルスロットリングが起きていないので、運用としては問題はありませんね。それでは最後に LT720 の結果も見てみましょう。あれ、LT720 が一番温度高くない。私もおかしいなと思って5回ぐらいやり直したんですが、だいたいこのぐらいの温度まで上がってしまいました。ただスコアを見ると LT720 が一番高かったので、その分発熱をしているのかな、って感じですかね。ただスコアも微増ではあるので、温度を取るかスコアを取るか微妙なところのような気もします。あれ、新商品買う意味。見た目は大事です。ということで今回は、ディープクールの新商品 LT720 と LT520 をご紹介しました。あんた的にはどうだった？そうですね。水冷ヘッドのライティングはかなりかっこいいんですが、値段と性能を考えると LS シリーズの方がいいかなとも思いました。LS720 が現在最安2万円ぐらいで買えるので、ファンを光らせたくないとかこの水冷ヘッドがいい。って方以外は、LS の方がおすすめかなと思います。値段差が4000円ぐらいあるので、あとは購入者さん次第かなと。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。